みなさん、こんばんは。仮面女子の黒瀬沙羅です。仮面女子の坂本真奈です。さあ、ということで今週も始まりましたパチダウン TV with 仮面女子。イエーイ。今日はね、こちらのホール来ております。ホールがプラチナム5さんです。はい、プラチナム5に来ておりますが、スロット専門店、今日はこちらであのジャグラーを打ちたいと思います。はい、ジャグラーといえばもうスロット界ではすごい人気が長く続いている台なん で、はい、仮面女子もね、そうやって長く皆さんに愛される番組にこれしていかないといけないから。もちろんですよ。今日はゴーゴーランプたくさん光らして、もうピッカピカ光ってますから、ジャグラー愛をたっぷり持って、はい、実践したいと思います。はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。行くぞ。行ってきます。今回3人が訪れているホールは大阪市にあるプラチナム5。同ホールは近鉄阿部野橋駅東口を出てすぐのお店、パチスロ247台のスロット専門店で、店内にはミニ仮面女子シアターもできているぞ。気になる方はぜひ遊びに行こう。さあ、お二人準備はいいですか？イエーイ。行きますよ、実践スタート。さあ、頑張ってください。回しましょう。どうして。さあ、ということで本日はね、アイムジャグラー EX 打ちますけども、すごくシンプルな台ですね。ボーナスが成立したら、ボーナスが揃えられる状態になったら、ここのチャンスと書いているここのゴーゴーランプが光ります。そうすればもうボーナスがね、揃えられる状態になります。ボーナスが成立したり、あの揃えられるときはここ光りますので、この光るまではもうポンポンポンと打っていれば大丈夫。今回はジャグラーでパチスロの基本中の基本をしっかり学んでいこうね。揃いましたけど、設定がいいほどね、ブドウも揃いやすくなってますんでね。そういう設定示唆、設定乾杯質もありますね。でね、スロットっていうのは、はい、筐体にいろいろとヒントというか隠されてて、はいはい、まあ、チェリーが出ると何枚払い出されるとか、ブドウが出ると何枚払い出されるとか、で、これがビッグボーナスね、7揃いビッグチャンって書いてるでしょ。はい、でこれボーナスゲーム、レギュラーボーナスですね、77バー、こういうのもね書いてますから、スロット打つときはこういうのも見ながら、筐体にある程度ヒントが書いてる場合が多いので、わかりやすい、はい、うん、そういうところもスロット打つときはね、初めて打つ台なのかは見ながら打つのも勉強になりますから、そういうのも覚えておいていきましょう。なるほど。でスロットの目押しっていうのはある程度リズムで覚えましょう。一周のタイミングいいですか。今回してください。今この、はい、黒いやつ見といてね、はいはい、今黒いの来た、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 こういうリズムで一周のタイミングは約 0.8 秒だいたいこれくらいで回ってるので、このリズムを体に入れると目押しのうまさも上達早いです。難しい。さあ、で今日打ってるニューアイムジャグラーですけども、はい、まあ、ゴーゴーランプが光ればボーナス成立なんですが、プレミアム演出もあります。レバーを叩いた時にここの LED、 ここですね、はい、ここ、はい、ここが光ったり、レバーオンした時にファンファーレが鳴ったりするとプレミアムになります。なんでそういう演出もあるのでね、はい、なるほど。ぜひ今日はそういう演出も味わってもらいたい、出してもらいたい、はい、レバーオンファンファーレとかは結構かっこいいですよ。リールが回ってる状態でファンファーレが鳴りますからね。なるほど。ちなみにプレミア発生でビッグボーナス濃厚となるからね。なんてだ。はい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 、お化けがいるな、どっかにな。はいはい、お化けが、はいはいはい、はあ、はあ、ああ、え、ああ、ああ、買いました。あ、うわ、さあ、ということで101ゲーム、サラ、サラちゃんがまずはボーナスゲット。これが光るとボーナスが成立した、つまりボーナスが揃えられる状態になったということです。あ、なので、はい、ビッグボーナス、赤7揃いのビッグボーナスか、77バーのレギュラーボーナスか、どちらかが揃います。やばい。でボーナスが成立した場合は1枚掛けで大丈夫です。はい、あ、いいですよ。難しい。あ、ビッグボーナス、うまい。
ジャンプ目押しも完璧でした。やったやられてしまった。さあでもビッグボーナスが揃うと、はい、あとはもう普通に振り打ちしてるだけで。先にボーナスを引いたのはサラちゃん。うんうん、しっかり目押しもできているじゃない。さあ今夜も勉強勉強。今回はいつもと違ってちょっとしたクイズ感覚で勉強していくぞ。さあそれでは今日もね元気に仏大のお勉強していきたいと思います、はい、今回打つ機種はパシスロジャグラーシリーズです。おー皆さんジャグラーシリーズ知ってますか。知ってますよ。ジャグラーはさすが知ってる。もうジャグラーといえばねスロット界の中ではね大人気機種ですから。じゃあちょっと説明して坂本さん。あのですね、私実はジャグラーを一番今までにやったことがありましてですね、あの日本語がおかしいな、経験値の中で一番高いものとさせていただいていてですね、あのこう茶色いこういった、うん、こういったものが出てきたりだとか、うん、あとチェリーがラッキーなんですよね、うん、チェリーがラッキー、チェリーがラッキー、チェリーが結構難しいけど、うん、ジャグラーといえばまずここを言わなきゃいけないっていうのがあるでしょ。上下なんか聞いたことしかないんでわかんないんですけど、ジャグラー打ったことない。あのピエロみたいなのがそういるってことしか知らないです。あ、それしか知らない。はい、違う、ジャグラーといえばまずゴーゴーランプ。ゴーゴーランプ、ね、うわ全くやな君ら。ゴーゴーランプっていうのが光ればチカチカするやつだ。チカチカっていうか点灯ね。あ、点灯、点灯すればボーナス。君たちみたいな初心者でも打ちやすい。おお、しかも面白い、ね、という台になってますんで、今日はこの台を打ちますんで、この台のお勉強をしたいと思います。じゃあ今回の注目ポイント、こちらでございます。どうぞ。はい、ジャグラーの世界を知って愛着を持とうということで、今日ジャグラーのことを知って愛着を持って接すればボーナスが当たるんじゃないかということで、ね、ジャグラーのお勉強をしたいと思います、はい、でジャグラーにはね先ほど言ってましたけどいろんなキャラクターがいます。で今日はこのキャラクターの名前を覚えましょう。はい、はいはい、じゃあまずこちら。さあこういうキャラクターがいますけども、これの名前は何でしょうか。はい、はい、ピエロ。ピエロ、あ、ピエロ、そうね、ピエロ近いですけども、ピエロではないです。近い、ピエロ近い。ほら、この人は、この格好の人はどういうことしますよ。こうやってね、いろいろ投げたり、ほら、サーカス。サーカスじゃない。はい、はい、はい、大道芸人。大道芸人じゃない。はい、サラちゃん。お手玉。お手玉。はい、はい、当てていいですか。いいよ。ジャグラー。おー、正解。あそうです、ジャグラーシリーズのジャグラー、これがジャグラーです。ジャグラーさん主人公ってことですか。そうです、これ主人公です。可愛いですよ、主人公。知らなかった、ね、絶対脇役だと思ってた。ちなみに恋人の名前はジャグリーと言います。ジャグリー、はい、ジャグリーという恋人がいる、これジャグラーね。これも図柄でありますんで、これが揃うこともありますからね、はい、皆さん覚えてくださいよ、主人公ジャグラーね、はい、続きましてこちらも有名なキャラクターですね、はい、あの3つ揃うとあのもう1回できるやつ。あーそう、3つ揃うともう1回できるやつ、はい、江頭さん憧れてる。そんなことはないです、やめてください。どうもそう、大好きですね、リプレイズ柄ですね、リプレイズ柄、さあこのキャラクターの名前は何でしょうか。はいはい、はい、ました。ゾウ。ゾウ、え、鼻長くないですか。ゾウの鼻じゃないやろこれ。言えばいいってもんじゃないからね、皆さんもうちょっと考えてよ。はい、じゃあサラちゃん。サイ。サイ、あ、サイ、そう、サイなんですけど名前がついてますね、ここ、ここ注目してください、ここ。はい、はい、欲しい。ツノ。あー、欲しい。いきますよ、正解はツノッチでございます。かわいい、ツノッチ。はい、で、これサイなんですけど、先ほど言いましたよね、もう一回優位が、もう一回できると、はい、もう一回できる、これが揃うと、はい、で、サイなので最優位ということで、再び優位ができる最優位ということで、うまいこと、うまいことかけてるんです、この名前、ツノッチ、覚えてください。かわいいでしょ、ツノッチね、かわいい、親しみやすくなりましたね、ツノッチってことを知っただけで。そうでしょ、はい、愛着が持てるでしょ、はい、はい、じゃあもう一ついきましょうね、これは違うジャグラーでも出てきますけど、こちら、はい、これもリプレイズ柄ですね、これもリプレイズ柄なんですけども、この犬の名前は何でしょうか。はい、はい、欲しい。ポチ。ポチ、犬だからね。上下マロ。あら、えー、なんで、え、眉毛、あ、
あるからマロっぽいなと思って、天才かもしれない、やったすごい、さっきからマロ吉でございます。来た、かわいい、すごい。で、犬なんですけども、なぜこれがリプレイズぐらいになってるでしょうか。先ほどのスノッチはサイなのでサイ有利ということでしょ。マロ、もう一回できるワンチャンス。おーすごい、ウエスタすごいかもしれん。やっぱこの番組ね結構出てるから、はい、バイソンのこといろいろ分かってよく勉強できてるかもしれないです。そうです、犬なのでワン、ワダのダジャレ、ワンモアチャンスということでリプレイズぐらいになっております。ただのダジャレじゃないですか、これさっきからだってうまい、だってダジャレ得意なだけなんだよ。いや、ありますよ。上下の隠れた才能が分かったところで、次はプラチナム5での実践の続きに行くぞ。もうそれいくら何をしたって全部揃うんだから、もうババババってやっちゃえばいいのよ。もうそんなもう、もうちまちまやってないでよ。プロだからじゃなくて、もう いくら押したってもうそんなん絶対揃うようにできてんだから、もうバン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 揃ってか、ま、自分が当ててから言え。何人にイチャモつけて、何の当たってないのにイチャモつけるんじゃないよ。悪いコーチャーがおるで。そうそう、自分の台を当ててから言ってね。さあ、ということで350票になりまして終了です、はい。で、この台ね、1ゲーム目にボーナス後1ゲーム目にビッグを引くとBGM が、ボーナス中の BGM が軍艦マーチになります。はい、ここでビッグボーナスを引ければ、BGM とあーい軍艦マーチになります。はいはいはい、あー、残念、引かれなかったですね、リプレイってなるともう軍艦マーチチャンスはここで終了ですね。あららら、ただ100ゲーム以内であれば、はい、11ゲームとか22ゲームとか33ゲームとかそのゲーム数で揃うとBGM がまた変わります。ビッグ中の BGM がビッグを弾けるとね、はい、なかなかボーナスが来ないので山金先生からこんな質問が。仮面女子はでも恋愛 OK なんでしょ。 OK です、ね、はい、彼氏はちなみにいるの。いないですね。いません。でしょうね。でしょうねじゃないですよ。失礼な、あ、ごめんなさい、思わず私に向かって思わず完全に。二人ともいないの。いないです。そうなの、パチスローデート行こうってなったらね。パチスローデート、パチスローデートって新しいですね。多いですよパチスローデート。そうなんですか。うん、やっぱ好きな人だと楽しいんですね。そう、スムーズに打てた方がいいでしょ。はい、はい、なるほど。好きなタイプはちなみにサラちゃんどんなタイプが好きなの。すごく紳士的な人がいいです。紳士的な人が、はい、じゃあなんか歩道の方を歩いてくれたりとか、例えばそういう、はいはい、なんか気を使って守ってくれるような、守ってくれる感じ、包み込んでくれるような。なるほど、そういうのがタイプ。はい、じゃあマナちゃん、あ、いいわマナちゃん。なんでですか。なんでですか、待ち構えてましたよずっと。次聞かれるんだろうなっつって一応言ったけど興味がないなと思って。ごめんなさい、ごめんなさい、教えてください、教えてください、はい、いやもう優しくて、うん、優しくて、年は全然気にしないので。年齢はもういくつでも、はい、はい、もうとにかく私を引っ張ってくれる方がいいなと。いやこれ引っ張るの大変やで、ね、なかなか。いや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 、この背中引っ張るの。そういうことじゃないですよ。ごめんなさい、重いから引っ張れない。違います、君たちのそんなタイプはどうでもいいんです。打ってください。ボーナス、そんなボーナス引いてください。ボーナス引きましょう。はい、頑張ります。この後はついに山金先生がバトルに参加。先生の腕前とは。さあ、それでは今回は僕と仮面女子チームバトルでございます。はい、スタート。イエーイ。ちなみに勝てばご褒美があるからね。勝てばご褒美があるからね。はい、頑張ります。ちょっと変速をして楽しもうかな。右リール赤7を上段に狙って、上段にビター止まりすればレギュラーボーナス1角が濃厚で、中段に止まった場合はブドウはボーナス濃厚となります。まあ、ちょっと目押しがちょっとね微妙だった場合はこの法則が崩れることもあるんですが、これですね、赤7をね上段に狙ってこの形で止まればブドウはボーナスが濃厚で、チェリーが出たらチェリーチョークのチェリーが確定となります。あ、これもブドウが転廃したんで、ほぼブドウですね。変速をするとちょっとあの5グラム光る前にね気づけることがあるので、まあ、ちょっと楽しめる、まあ、やってる方も多いと思いますが、あ、やったー、さっき光
勝ちました。すごい。なんであんなに私がやってダメだったのに。うわ、レギュラーボーナス。あ、レギュラーボーナスですか。よっしゃ、1ポイント。ほら、うわ、ね、すごい。先生強いでしょ。あんなに、なんで早く打たないと負けますよ。でもうちらが2ポイント取ったらいいんだ。相変わらずボーナスが引けないマナちゃん。すると、はい、全然当たらないのよ。はい、かわいそうになってきたからさ、マナちゃんチャンスあげるわ。ください、マナちゃんチャンス。何ゲームで当てますって言って、はい、ここで当てたらもう優勝でいいよ。いやいやいや、もっと大変じゃないですかそれ。いや、だから何ゲームで当てますってズバリ当てたらいやいやいや、それもっと大変だよ。そんなもん、もうだって今までたらもう今んとこあれよ、全然一回、ね、絶対無理ですよそれ。言ってみなさいよ。なんか、あ、あーあーあーゴーゴーねえ、もう何どういうこと。やったぜ、綺麗な出が出てますねこれね。ボーナスが一直線。はい、さあ7 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 7
私これダメだと思います。おいおいおい頑張れって、体フラフラしすぎやからダメだと思います。ダメだ、諦めるの早いやろ。まだ本当ですか。また先光りです。また先光りできました。ああちなみにこれね、ブドウはボーナスの可能性が高いんで、もうブドウがねこの時点で出ております。よーし、ピンク、すごい、すげえ、セブンが3つ、お願い神様。ああ、ねえなんでやった。あ、レギュラーボーナス、あーさあレギュラーボーナス。ここに来て私がやり、はい、偉そうに言ってるけど一番ハマってたからね。こんなにやったこんなにやったね。はい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 、やりましたやりました。この光景が見たかった、この光景が見たかった。もうね、あのね、半分ちょっとね、あのもう諦めてましたよ。もう諦めてましたからね。よかったよかった。やっぱり頑張ることが。BGM ぶっ壊れとんの急に喋る。 BGM がうるさすぎる。もうね、マナー BGM が、もうこのね、この日のために頑張ってた、分かってた。私は最後の最後に、あ、来ました。まあ、皆さん、このね、右リール止めた時点でブノーはボーナス濃厚となります。でチェリーが出た場合はチェリーチョークのチェリーなんですが、ブドウがずれてますね、はい、これ揃いませんということは、これ光ります。はい、なんでシュッてできるの、シュッて。先生と仮面女子の白熱のバトル、いい勝負だけど抜け出すのはどっちだ。ああ、さあこれ先告知、レバーオンでしたですね。もういきなり狙って大丈夫ですよ、この場合は。ただジャグラーの場合は、はい、高設定ほどレギュラーが揃いやすい、出やすいので、まあ、もちろんボーナスは揃いやすいんですが、そのレギュラーが揃うっていうのがね、設定差大きいので、これはなかなかいい台かもしれませんね。3連続レギュラー、さあ皆さん当たりました。しかも今右から押したんで、赤7下段からのゴーゴランプってことは、これもうビッグ濃厚です。はい、ビッグ、おさあもらった強い
さあ実践の方が終了しまして、はい、今回のね結果を発表してくれる方が来てくれております。おこちらの方です、どうぞ。誰誰、お、さあ、お疲れ様です。自己紹介お願いします。はい、仮面ガールかっこかりの桃野です。はい、桃野ちゃんということで、はい、今回も怪しい仮面をつけておりますが、ね、今回の勝負の結果を今から発表してもらいます。結果の発表お願いします。はい、仮面女子チーム5ポイント、うん、5ポイント、ヤマキン先生7ポイントで、ヤマキン先生の勝利。よっしゃ よし、悔しい。まあね、そりゃそうです、ごめんなさいね、本気出しちゃって。先生ですからね。先生が本気出しちゃって、そうでしたね、最後のはちょっとすごかったですもん。だってすごかった、連続でしたよ。特にやっぱ画面女子チームは足を引っ張った人がいるような気がするんですけど、どうですか。まあそうですね。違う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 、分かってるでしょ自分で。私かやだでもね、難しかったから意外と。でも何何今の鼻鼻触ったの、鼻を触ると動き出すとか、そういうこと。シワがね、シワがついちゃうから、ね、こうやっちゃったからね、やめなさい。気遣ってくれました。まあね、ということで負けましたんでね、商品ご褒美ありません。ご褒美は僕のものでございます。こちら、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、時計をいいでしょ、そんな素晴らしいものをいただけるんです。そうです、ただ僕はもう先生なんで、もう勝って当然というところはありますし、大人げないぞ。今回はこれを視聴者プレゼントしたいと思います。おお、ぜひ皆さん、こちらね、応募、今応募宛先が出てると思いますが、はい、こちらに番組の感想なども添えて送っていただけたらと思います。じゃあ私も送っちゃおうかな。いや、やめなさい、やめなさい、当てませんから。ダメですか。打ってみてどうでした。じゃあ、ぐら楽しかったでしょ。楽しかったですよ。ホームランプ光った時にそう、あの感動がね、いいんですよ ね、 いいよね。もうあれをね、出すためにも何度も何度もやるんですけどね、私ちょっと今日は調子が悪かったみたいで。でもいつもあんなじゃないんですよ。でもね、ピカーってなった時が一番幸せですね、あれ。これなんか充電が切れかけてんちゃうかな。なんか充電が切れかけた動き。機械じゃないですよ。違います、人間ですからね。まあでもね、終わりの方はちゃんとチリも狙えてたし、うんね、はい、まあ、その辺を勉強しながらさらにスキルアップしてこの番組盛り上げていってもらいたいと思いますんで。もちろんです、頑張ります。はい、で、はい、最後の質問したいと思います。ジャグラーのリプレイ図柄は、今日打ったニューアイムジャグラーのリプレイ図柄は何ていう名前でしたか。リプレイ図柄ね、リプレイ図柄、サイじゃなくて、え、なにつ、サイッチョみたいな、あ、なんだっけ、サイッチョ、すごい早く出なさい早くスッとこない。あんだけ勉強して、まだまだ勉強は足りないということで、今週からもたっぷり勉強してこの番組盛り上げていきたいと思います。ということで今週はここまでです。また来週お会いしましょう。さよなら。もっと頑張って画面女子、頑張ります。またね。